エゾチカ、近藤さん、掃除、とうとう北の果てまで来ちまったよ。司令官の頃には考えもしなかったな、トシさんよ。タマのバラガキがエゾで一暴れとは愉快じゃないですか。バラガキか。土方先生、今は何かおっしゃいましたか。バラガキさ。は？昔そんな風に呼ばれていたのさ。あ、いてやろう。どうだ。待ってば。でしょ。オーボラピアロ、ほらじゃねえぜ。オイラ大人になったら絶対侍になるんだ。バカじゃねえの、百姓のくせに。天地がひっくり返ったってなれるもんか。なるのさ。オイラ絶対侍になってみせる。冗談じゃねえぜ、トシ。おめえな天然理心流なんかじゃねえ。ただの喧嘩だ。でも近藤さん、真剣なら土方さんの勝ちですよ。戦国の世ならともかく、今の時代で意味ねえだろ。かっこいいと思うけどな、僕。そうじ、お前がそんなんだから、いつまで経っても貧乏道場なんだ。ジョイ！あー！お待ちくださいませ。尊王攘夷の軍資金じゃ手向かいいたすだ。おのれ監督、待て、拙者は天地。おい、聞いたか、京都の治安警護に老士募集だと。本当か、山並さん。ああ、将軍様と天使様を守って異敵を打ち払うんだ。支度金も出る。京都仕事言うと会津様のお預かりだな。そうだ、うまくいけば幕臣お取り立てだ。幕臣？トシ、ついに時が来た。トシ、トシ、ソウジ、どこだ。おい、トシ、ソウジ。何ですか。ソウジ、お前も行くか。はい。よし、トシ、トシ。なんだろう、オクタのお兄ちゃん、どこ行くの？うん、さあ行くの？今日千載一遇の天気だ。オラ侍になる。侍ね。250年も散々威張り散らしてペリリが来ただけでこの大騒ぎ。自分たちじゃ始末に追えなくて、あんたらみたいなのを利用しようってわけだ。およしよ、くだらない。あんたは歌でも読んで暮らしてさ。私はあんたの歌が好きだよ。白ボタン、月よ月よに染めてほしい。降りながら来ゆる雪より、上司こそ。あんたの歌を読むと心が真っ白になる気がするよ。真っ白か。武士として指導に準じ、何者にも染まることなく真っ白に生き抜く。新選組の老子狩りや。今日の治安維持言うて毎日血の雨降らしよる。人殺しの狂犬集団や。せやけどめちゃめちゃ強い。あれが鬼の副長、土方歳三や。愉快愉快、それもう一発じゃ。芹沢局長、何事ですか。なぜタイの大砲を持ち出し大和屋を焼いてしまうのですか。軍資金の調達を拒む族の商人めを御用によって懲罰じゃ。かような所業は
我らが退治すべき不定浪人と変わりありません。指導が泣きますよ。土方副長殿、指導を尽くすには英気が必要。英気を養うには金じゃ金。都市、会津港より指示が下った。芹沢を処置せよ。では。ねえねえ土方さん、この会津様からもらった大砲さ、商店一軒燃やすのに何時間もかかってさ、いざ戦争に使えるのかね。聞いてないか。芹沢さん亡き後、近藤局長となって我が新選組はさらに強靭にならねばならない。よって局中ハット書きを取り決める。一つ指導に背くことを許さず、一つ局を脱するを許さず、一つ勝手に禁策するを許さず、一つ勝手に訴訟を取り扱うを許さず、一つ私の逃走を許さず、これらを守らぬ者は全て切腹断首に処す。本当なんですか、この池田屋の2階にいる連中の話。ああ、今日の町全都に火を放って天使をぶっさらおうって計画らしい。人間そんな恐ろしいことができるんですかね。人ってのはな、目的が高ければ高いほど周りが見えなくなっちまうんだよ。僕たちと同じだ。何か言ったか。いや別に。もう無駄口はよせ。掃除、行くぞ。はい。主はいるか。御用改めである。鬼隊のお客様、お見舞いでございます。新選組だ。やはり池田屋か。近藤局長、もう突入されました。土方だ。血の匂い、人殺しの匂いさ。君鶴はこの匂いに惹かれません？怖い女だな。ちいほど男しさんの誠を語るもんはあらしまへんさかいな。鬼の新選組の土方副長、今日の都を血で染めるお方。君鶴。ん？俺はな、国に言い名付けがいたんだ。どんなお方？シャミがうまくてな、白梅が似合ってた。不幸の似合う人じゃなかった。これからも俺は戦って戦って戦い続けるだろう。人の道は捨てて、指導にのみ従って生きる。他の何者にも染まらずに、真っ白なまま。切り込め新選組、敵に橋を渡らせてはならん。ただ剣ができれば侍に取り立ててもらって給料がもらえるっていうから新選組に入っただけなのに。このままじゃあんた絶対いつか戦って死ぬか新選組に殺されるよ。おなつ、脱走の罪により切腹申しつける。あんた指導に背き打ち合いに臆したことによって断死。新選組一番隊隊長沖田総司に情けなどないのだ。行くぞ、次は飛騨大角の前見られ打ち。なんやのそれ。あんたら何やってんの、帰るよ。ああすんまへんな、遊んでもろて。ほなまだ遊びたい。アホ、あれは新選組や、近づいたらあかん。なんで
医者行ってんのか？あ、山並さん。掃除、悪かったな。え？俺が話を持ち出しさえしなけりゃ、掃除、お前を殺人鬼なんかに、新選組なんかに。じゃあな、掃除、ちゃんと医者行けよ。元気でな。山並さん、山並さんが脱走？そうだ、江戸に戻るとの書き置きがあった。まさか、まさか土方さん。山並さんがいなかったら新選組はなかった。いわば生みの親ですよ、その山並さんを。総司、新選組とは指導のことだ。指導のみが支配する。それを破る者は誰であろうと死罪だ。それが山並さんでもお前でも、この土方でもだ。追ってはお前だ、総司。山並を追え。あ？もうこの大津宿で今日は泊まりですか？今日から三里しか来てませんよ。風邪引きでしんどいんですよ。ま、ゆっくりしましょうよ。あ、もう困ったな。山並さんは遠くへ行けやしませんよ。僕をきっと近くで待ってるよ。発見しました。沖田隊長の言う通りです。この大津宿にいました。お覚悟はよろしいでしょうか？それはこっちのセリフだよ、掃除。え？覚悟してんだな、あの土方とどこまでも行くと。はい、地獄の底までも。本当は極楽の方がいいんだけど。違いない。じゃあな、掃除、ちゃんと医者に行くんだぞ。はい。つまり徳川はもう終わりってことですね。それで新選組はどうなるんです？変わりゃしねえ。戦うだけよ。周り全部が新政府軍に寝返っても討ち死にしてもな。前にも言った、総司、新選組は指導に従うだけだ。周りがどう動こうが関係ねえよ。でなきゃ芹沢さんや山並さんに申し訳が立たねえ。土方さん、おめえは早く病気を治せ。それが今のおめえの指導だよ。指導も人を切ったり治したり大変だ。局長、土方副長、近藤局長が薩摩どもめ、もう峠にまで潜んでやがる。トシ、頼むぞ、この伏見、持ちこたえてくれ。鉄砲か。ダメだ、鉄砲相手じゃ剣を交えることもできやしねえ。天然理心流もクソもねえ。俺たちのやってきたことなんて。見たか、やつらの武器、服装、戦術、すげえぜ、この飛距離、命中率。新しい喧嘩の始まりだ。日野のバラガキに戻ったようだぜ。あ、危ない、土方さん。あ、切り込んでくる。出てー。
よし、こいつを200丁も爆軍に買わせるか。捨て石にだって武器はいるぜ。土方さん、危険ですよ。行くしかねえな。どこへです。さあな、行けるところまでさ。おい、玉川替えの銃は？ありません。くそ、援軍要請に行ってる都市さえ戻れば。援軍ね。おお、都市、幕府の援軍は？そんな、我々は見殺しか。幕府にすら見捨てられたのか。俺も疲れたよ。俺たちは何のために命を懸けて戦ってきたんだ。侍になる、大名になって、一国一城の主になる。そのために何十人もの人間を殺し、仲間の首さえ落としてきたのに、今じゃ何もかも崩れちまった。しかも幕府のやつら、薩長どもに俺たちを始末させようとしている。近藤さん、抜けられるぜ。夜になったら左手の山を回り込んで抜けよう。それでどうなる。また援軍もない、武器もない戦地に送られるだけだ。天使に歯向かった賊軍として。都市、俺は投降する。もう疲れたんだよ。勝殿。ああ、近藤さんは助かりそうだよ。官軍にはあの新選組の近藤勇とはバレてねえ。数日中に解放されそうだ。何から何まで。もうやめちゃどうだい、あんたも。江戸城も明け渡しが決まった。徳川も侍の世ももうおしめえだ。これ以上どんなに抗っても意味はねえ。屍の山が連なるだけだ。罪もねえ若い人間が大勢死んでくんだぜ。時代ってのはまだまだ大量の血を流さねえと動いていかねえもんなのかね。ほれ、あんたの新しいお仲間が来てるぜ。土方さんですな。海軍副総裁、榎本武明です。土方歳三です。ほう、あの有名な。京の都で毎日毎日浪人どもをナマスに切り刻んでいた新選組の副長殿ですな。陸軍歩兵奉行、大鳥圭介です。土方さん、我々の艦隊と共に蝦夷へ来ていただきたい。蝦夷？函館の五稜郭を拠点として独立政府を築くのです。外国から武器を買い、軍事力を整え、ゆくゆくは江戸、京の町を我々の手に取り戻しましょう。その前に宇都宮城を落とします。宇都宮を？かの地は北への街道の拠点、潰しておく必要があるでしょう。無茶だ。あんな堅牢な城塞、落とすのに何ヶ月もかかる。兵と大砲を少しお借りします。人斬りやが。剣坊！引くな！攻めるんだ！退却する者はこの土方が斬る！進め、新選組！新選組がいる！はあ、
宇都宮城を一日で落とすとは。さすが切り込みの新選組ですな。大鳥さん、この者を手厚く葬ってやってください。功労者かね。私が切りました。これが我が海洋丸です。オランダの最新鋭軍艦ですぞ。他に高尾、回転、万両、立派なもんでしょう。出発は秋です。風が吹きます。蝦夷地ではもう雪かもしれませんな。雪。僕も行きます、土方さん。っどうされました。いや、お前も行ったか、掃除。風が変わったな。嵐が来る。海洋が座礁で沈んでしまうなんて。そう、視力感を失ってはもうおしまいだ。では新政府軍の船をいただきましょう。あ、どういうことです、土方さん。今宮古湾に停泊している奴らの鋼鉄艦をいただくんです。こちらの船を接舷して乗り込み、白兵船をかければよろしい。あんたの田舎の百姓喧嘩じゃあるまいし。いや、それはフランス海軍の戦法にもある。あなた方は我々を運んでくれるだけでいい。この角度ではダメだ。もっとも平行につけないと。火事が効きません。土方さん、失敗だ。戻れ。これでは一人一人狙い撃ちになってしまう。行くぞ。もう梅の季節か。打って打ちまくれ。弾ならたっぷり予算分取ったぞ。どうぞ。市村、水。はい。はい、2番隊後方に下がって、3番隊援護射撃、4番隊突撃。二股口が土下座しても落ちんか。あそこは土方歳三の陣でごわすな。己新選組め、ただの人斬り屋がいつの間にあげな戦法を取り寄ったかい。一旦引く。なあに、我らの援軍は限りなくやってくる。奴らに耐えるなどなか。土方先生、敵が引き上げます。勝ったんですね。私たち勝ったんですね。疲れてらっしゃる。市村。あ、大腰してしまいましたか。蝦夷の春ってな、いっぺんに来るんだな。そうですね。梅と桜が一緒に咲くんでびっくりしました。市村、牛角草って知ってるか。いえ。俺の田舎の浅川っぺりに群生しててな、土用の丑の日には村中総出で刈り取ってさ、煎じて薬を作るんだ。
それを行商しながら各地で剣術修行されたんですよね。そう、面子でくくりつけたつづら担いで売り歩いた。うちみ捻挫に石田三役なんつってな。すっげえ聞くんだぜ石田三役。本当だぜ。掃除だってもっと早くからうちの薬飲んでりゃ。市村。はい。こいつをな、俺の日野の家に届けてくれ。明日江戸に向かう船に乗れ。え、私に戦線から離れろとおっしゃるのですか。俺のことをな、日野の姉夫婦に伝えてくれ。嫌です。この市村鉄之助、若輩といえど新選組です。敵に後ろは見せません。これは現新選組土方歳三の命令である。日野の家ならよくしてくれるはずだ。頼むぞ市村。土方先生。土方先生。いよいよ今日が敵の総攻撃である。帰るところのある者は帰れ。お前たち、これが新選組だ。よく見ておけ。新選組副長土方歳三参る。静かだな。何も聞こえない。何も見えない。真っ白だ。来れたのかな。俺は何者にも染められない真っ白な世界に。みんなひっくり返ってしもて、これからどないなってしまいますんやろ。人間飯食うてクソ引いて寝るだけや。何も変わるかいな。せやのにあの新政府の連中の勢力争いときたら。変わらんかったね、あのお人は。雪のように真っ白なお人やった。トシ様、また今年も梅が咲きましたよ。